皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。イヤホン TV のお時間です。イエイ。イエイ。はい、この番組はイヤホンとヘッドホンの専門店イヤホン大阪日本橋本店から本日は生放送中の情報番組です。毎週イヤホンとかヘッドホンとかアンプとかのことをゆるく配信中です、私イヤホン大阪日本橋本店勤務のりょうたです。よろしくお願いします。りょうたさん、イエーイ。はい、同じく大阪日本橋本店勤務の、大ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。はいはい、同じく日本橋本店の、中古担当三輪ちゃんです。お願いします。みわちゃん。はい、というわけですいません、いきなり落としてしまいました、ね、あの放送ビャーって流してって、ね、マイク入れました、録画開始しますの時に録画押してなぜか放送停止ビョンって押してしまって、すいません焦りました。いやいや今どうなってるみたいな感じだったんですけれども、バレてないかなって思いながらも、ね、でも画面見たら一回落ちてたので、はい、すいませんでした。はい、というわけでですね、今週、まあ、このメンバーで放送するわけですけれども、実はあの、はい、先ほどからコメントでいっぱい来ておりますが、濃いメンバーとかね、うん、画面がむさいとか、むさい、むさいって、むさいってね、もうちょっと言葉選んでいただきたいな、こう男臭いとかね、男臭い、あの鬱陶しいとか、鬱陶しいとか、はい、むさいはちょっと地味に来るんでね、来ますね。はい、まあ当初ですね、ちょっとあのメンバー中に一人ビディがね、あの B2 好き女子ことビディがいたんですけど、ビディちょっと体調を崩しましてですね、うん、今帰りました。はい、はい、あの声が出ないような状況だったので、はい、まあ、あの1日休んだら多分大丈夫だと思うんですけれども、はい、というわけで急遽代打で、美和ちゃんが出てくれておりますので、今日はあの美和ちゃんを、ビディなり女子なりと思っていただいてちょっとねおひげが濃い女子なんですけどね、はい、あの皆さん多分あの日頃からこうなんかイメージ力みたいなのを鍛えてる方が多いんじゃないかなと思いますので、うん、ぜひみわちゃんを、みわこちゃんと今日はお呼びくださいませ。あの僕らは呼びません。はいはいはい、はい、というわけで早速じゃあもう進めていきましょうか。今週の特集がこちらです。じゃじゃん、じゃん、どん、異種混同ハイブリッドイヤホン特集です。はい、何なの淡々とした感じ。はい、イシュー混同ハイブリッドイヤホンというのがですね、これ皆さんどういう意味かな、バランスドアマチュアとダイナミック型を合わせたイヤホンの特集、正解です。はい、画面上部に、ご注目ください。左側赤い丸の中に入っているのがこれあのダイナミック型ですね、旧来といいますか普通のスピーカーとかイヤホンに入っているダイナミック型ドライバーの、まあ、振動板なんですけれども、で右側青い丸の中に入っているのがこれまあちょっとあのサイズ比がおかしいとは思うんですけどね、バランスドアーマチュアという補聴器とか、あともう主に高級イヤホンなど、あとはカスタム IM とかで使われているドライバーの種類ですね。この2種類っていうのはもともと別種のもので、まあ、目的は大体一緒です。音を鳴らすことなんですが、この2種類を組み合わせて音を鳴らそうと、うん、いうふうに作られている、うん、まあ、いわゆる一種混同型ですねのイヤホンのことを、まあ、俗にハイブリッドなどと呼ぶことが多いので、最近これがちょっと流行っておりまして、まあ、前からあるんですけどね、ハイブリッド型イヤホンというのは、ね、ここ最近、まあ、ランキングにこう入ってきたりとか、新製品でバーンと売れたりする製品の奥に実はハイブリッド型が多いぞということに気がつきましたので、ちょっと特集をしてみようかなと思ってやってみました。ハイブリッドイヤホンちなみに使ったことある？所有はしたことはないです。ない、大ちゃん。意外。僕はマーリンとか DN1000 を、うん、DN1000 使ってますね。はい、そうですね、マーリンはあの UM のね、うん、ユニークメロディーのカスタム IM ですね、うん、で DN1000 はここ最近もう売り切れに売り切れに売り切れが繰り返されて、いつになったら潤沢になるのっていう、ね、まあ、それだけ人気があるんですけど ね、 そうですね、あの仕入れてる、ね、数は結構入ってるんですよ。それがバーよっしゃ来たみたいな、そう、あっという間にね、皆さんが本当にたくさん買っていただくのでありがとうございます。はい、あの僕はちなみにあの昔アルティメットイヤーズの、うん、スーパーファイ 5EB という EBB 来た、結構あれはハイブリッド型としては最古に近い機種なのかな、確か2006年とかでも、そうそう、めちゃくちゃ古いですね、うん、の、ね、当時それが出れた時は持ってなくて、その後あの M オーディオ版の IE20X
XB っていう、うんうん、あのモデル OEM 製品が出まして、これを一時使ってました。あのね、あれですわ、サザエとか言われてるやつ。なんかね、形がサザエのこう貝をつぼ焼きをギャーってこう出すじゃないですか。ギャーって出す。その先かみたいな形のね、そうそうそう、あのイヤホンで。これ別にあの悪い意味で言ってるんじゃないですよ。ちょっとね、装着感に難があったりとかね、音漏れちょっとするぞというような部分がありましたけれども、うん、非常に個性的な音のなるイヤホンでした。これはもう完全にディスコンの生産が終わってる機種ですので、ちょっと今日はご紹介しませんけれども、時々中古で入って、あれめっちゃ頻度低くない？低いですね。で今日も買われたお客様いて、うん、それが最後の1個です、ね、あ、じゃあもう本当にその中古で常にあるよっていうような状況じゃないってこと、ね、じゃないですね。あ、だやっぱりあれもうサポートも終わってるんで、壊れちゃったりしたら単純にね、こう個体数が減っていきますから、うん、まあ言ったら絶滅危惧種みたいな感じですよね。あの手元に残ってる方はぜひ大事に取っておくか、あ、いらねえなと思ったらイヤホンにおりください。よろしくお願いします。リモールドできるじゃないですか。はいはいはい、5EB 回と、そうそう、改造版ね、あと 5x5、うん、これ熱いですよ、ね、熱いよね。あれでもね、僕個人的にはそのままリボールドがおすすめです。あのドライバー追加しますと、うん、思いのほかすごいいいバランスになっちゃうんですよ。そう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 、うん、だから個性が失われる、だからいい音になっちゃうんですよね。いや別にあの 5EB がもともと割を取ったわけじゃないけど、その個性がなくなってなんかすごい平らな感じになっちゃうので、うん、あれすっげえいい音、でもお前誰みたいな感じになっちゃうので、ってこれちょっと なんか全然関係ない話で広あの長引いてしまいましたけれども、はい、ちょっとコメント見ましょうか。エビ割れそう、そうですね、あの EB なんで、あのエクストラベースかな、の略だったと思うんですけども、あのその EB って響きからなんかエビちゃんとかって言われてることもありましたね。カツオだろ、あ、そうですね、今まで335名かな見ていただいてますね。はい、ありがとうございます。はい、美和子さんにすごい反応していただいてますね、うん、ありがとうございます。あやちゃんから来てるよ。え、なんでなんで、あやちゃんからビリーがと思ってみたらみやちゃんがいた、ガンバ。あ、はい、あやぱん今日お休みですから ね、はい、家で見てくるんですから。はい、というわけでですね、はいはい、続けましょうか。本日ですね、とりあえずそのブログでご紹介させていただきました1,2,3,4,5,6,7,8 かな、8機種ご紹介させていただきまして、で実は隠し玉がちょこっとありますので、時間があったら紹介します。時間があったら、で、あのハイブリッドイヤホンはですね、結構実は機種ありまして、今回僕らもこういろいろ調べてると、やっぱりあ、そうか、これもハイブリッドやったなっていうのがあったので、あの多分全機種紹介は1時間では無理と判断いたしましたので、とりあえず今日は8機種代表的なものをご紹介したいと思います。はい、ブログに掲載している順番に参りますので、まずじゃあ初めに、これがなくてはハイブリッドイヤホンは語れないだろうという機種ですね。はい、まず画像からピャンと出しますね。じゃじゃん、じゃじゃん、赤毛の K3003 ですね。素晴らしい、2BA に1ダイナミックという3ウェイ方式です。もうあのハイブリッドもそうなんですけれども、さらに3ウェイで BA が2個で1ダイナミックという、当時これを聞いておおってみんな騒ぎましたね。はい、こちらからご紹介したいと思います。これです。はい、こちらですね。遠いな。遠い、うん、こんなもんか。はい、はいはいはい、大丈夫です。で、あの割とね、K3003 って、あの最初見た時どう思いました？発表された時覚えてる？覚えてますね。あの赤毛時代イヤホンがここまで高価格帯のがなかったんですけども、あともう一つやはりデザインがすごい近代的な、うん、なんか工業的なデザイン、うんうんうん、インダストリアルデザイン、インダストリアルデザインそれです、そうですね、はい、噛みそうになったけど、それなんかね、あとまあ当然音質もすごい次世代の赤毛だな、そうやね、うん、だからなんかね、その なんていうの、そのもうほんま大ちゃん言った通りだけど、それまで赤毛が出してたどのイヤホンともデザインで合致するものが一切ないので、おお赤毛どうしたっていうのと、あとやっぱりその 2BA に1ダイナミックっていうのが
完全にこの機種確か初めてだったはずなので、おそらくなんていうのかな、音がやっぱり最初想像できなかった。どんな音になるんやろっていう。だって 3BA って機種があるわけやから、そこを あえてダイナミックにしたっていうところが、やっぱりね 5EB のイメージすごい強かったから、すんごい低音出る機種出してきたんちゃうかなって最初思った。で音質聞いてみると綺麗、すごい綺麗ですね。ね、赤毛の、まあ、音はだから赤毛らしさがあるなという感じで、ね、うん、どうですか音に関しては。音に関してはもう本当に上品で、うん、そうですね。かといってそのなんかやっぱり異種混合なんで、ちょっとそのダイナミックの音色とか BA の音色分かれちゃうかなと思ったんですけど、うんうん、そうでもないので、すんごいなんかナチュラルニッケル、これはもう選んで間違いない、まあ、かなりお値段も張りますけれど、そうやね、これはもうおすすめの一つです。お値段10万円超えですからね、いきなり、いきなり。今回ちなみにご紹介順はメーカー名のアルファベット順でいってますので、たまたまです、3003が最初に来たのは、くしくもというか、まあ、ただ、今回ご紹介する機種の中では、まあその歴史はね、まだこの機種自体の歴史そんな深くはないです、浅いんですけれども、ただこういう今ちょっと流行ってきてるハイブリッド系のイヤホンの中では比較的初期に出ている機種なので、まあでもなんていうか頂点よね、ある意味値段もそうさることながら、ね、音質面では完成度がやっぱ非常に高いので、価格が伊達ではないなというのは思いますね。当時聞いた時の印象からたがわず、最高峰のイヤホンの一つと確実に思える音なので、はい、大ちゃんの評価どうですか。ちょっと評価の前にね、これ、うん、うちのソーシャルストーリーを見たら、はい、イーヤーアカウントじゃなくてマミタスアカウントでどうやら発信してしまっています。さっきの二の前になってしまって、ごめんなさい、なマミタス。いや大丈夫。うん、あれしたらええんちゃうかな。ここを押して、うん、でこれを押して、こっち？そう、これを押して、これで多分いけるはず。あかんかな。分からん。すいません。ちょっと申し訳なかったです。はい。はい、メタ発言的なことを言いましたよね。K303。はい。すごいフラットで。で透明感もあるし、うん、なんていうんですかね、ちょっと金属的にも聞こえるんですけども、うん、僕は好きですし、まあバランスがいいですよね。何を聞いても合いますしね、うん、すごい。だからなんていうんだろう、赤毛らしさを感じる部分としてはヘッドホンもそうやけど、すごいこうアコースティック的な音というか、うん、なんかこうもちろん電子音とかも聞けるけど、音の作りがすごく丁寧なので、まあ生音を本当に聞きたくなる傾向のイヤホンですよね。万能だとは思うんですけれども、よりなんかこうクラシック聴いてもいいし、打ち込み聴いてもいいし、何でもいけるけれども、表現力が多彩なので、こう底の知れないイヤホンじゃないかなと思うところでございますね。はい。そのしんみり僕の話あんま聞いててもしゃあないけど、はい、まあ、そんな感じです、はい、結構ね、K303に関しては実は使ってるよっていう方も結構今見る限りいらっしゃるので、どうなんでしょうね、やっぱり持ってる方はそうですね、愛機としてお使いの方多いですよね。装着感がピカイチ、そうですね、うん、ハイブリッドでこれを超えているものはないと思う。僕もそう思います。これは金額に騙されないというか、まあ、金額通りではあるんですけれども、これから紹介する他の機種で個性の部分で違いはあれど、なんかグレード的に、ああ K303 に買ったなというものは正直ないと思いますので、いきなり最強が来たぞという感じのご紹介になってしまいましたけど、まあ対はないので、はい、ご了承ください。もうじゃあ次行きましょうか。はい、はい、じゃあ続きまして K303 さん本当に良かったんですけれども、続きまして、はい、これ最近ちょっと話題になっております、画像先出しましょうか、はい、アストロテック AX60、 あ、向こうが出てない、はい、ごめん。はい、こちらです。じゃじゃん、じゃじゃん。で、このイヤホンはですね、K303 さんと同じく 2BA1 ダイナミックのイヤホンでして、にわかに、
K3003 の廉価版といいますか、なんて言うんだろう、 K3003 っぽいぞと結構言われてる。 K3003 じゃないのかっていうね、ちょっと並べて、そうそうそう、あのね、これよう似てるんですよ、デザインが。でアストロテックって中国のねメーカーなんですけど、あの言い方悪くなりますけど、パクリちゃうかと言われておりました。ただ実際聞くと違います、うん、あのデザインは確かに似てるんですけれども、ただなんて言うんだろう、似てるって言ったらそら、まあ似てるもんいろいろあるようなというところで、なんていうのかな、こうブッシュっていうの、ケーブルの出方とかの位置が確かに似てるんですけれども、まあオマージュって言ったらオマージュだと思うんですけどね。でもパッと見て横に並べて、あの同じもんやとは全然思いません。まあ確かに似てますけど、ね、でこちらの機種に関してはですね、バランスとアマチュアが2機と、あとダイナミック型のドライバーが1つで、これ、K3003 は実はダイナミックドライバーの後継が明らかにされてないんですけれども、アストロテックの X60 は 10mm のドライバーを搭載していると公表されております。で、これ、K3003 の時にちょっとご紹介を出ましたけれども、フィルターの交換機能というのがありまして、一応あの AX60 にもフィルターの交換機能自体は備わっております。ただあまり分からんと言われてます正直広域の特性が若干変わるようなんですけれども、あの K3003 の3種類ついてるフィルターほどの変化がないんじゃないかと言われてまして、そうです、ね、はい、まあ微妙な違いですね。で、うん、あのめっちゃ売れてますよね。めっちゃすごいですよ。めっちゃすごいですよね。めっちゃすごいですよね。めっちゃすごいですよね。あのね、お値段がいくらだっけ？33,200円になります。そう、3分の1？まあ安くはないけど、うん、でも11万ですってイヤホンに迫るんじゃないかと言われてる、評価されてるイヤホンが、まあ言うと3分の1の価格なので、まあ、そういう意味では安いんじゃないかと。そうです。で、その評判も相まって今非常に売れておりまして、これね、本当に今回ちょっと申し訳ないんですけど、今日ご紹介している機種軒並み在庫がないという。そうですね、本当に紹介するぞってなった時に全部めちゃくちゃ旬なんですよ。今めちゃくちゃ売れてる機種たちで、 DN1000 とかもそうですけどね、もう AX60 も今在庫なしなんですよ。でごめんなさい、 AX60 はブルーのモデルが、販売開始になる時期というのがですね、近々と言われておりましたけれども、うん、ちょっと今ご予約の受付を一旦ストップしておりまして、というのも多すぎ、ご予約数が多すぎて、ちょっとこれは初回でどうにもならんのじゃないかという状況になってまいりましたので、一旦今ストップしております。それぐらい人気なんです、うん、はい、なので、期待してください。 AX60 すごくいいものなので、ちょっと3003に比べると非常にモールドがはっきり出てて元気な印象がありますよね、うんうん、ありますあります。どないですか音は。確かに元気な感じ、ちょっと這い上がりに聞こえるかなっていうところがあるんですけど、それが個性かなっていうのはあります、うんうん、あの広域の出方ちょっときつめが好きな人は、うんうん、なんというか3003だとちょっとマイルドやなと思うはずなんですよ。 AX60 の方がその辺がすごいブライトに出るというか、あの明るい音が、ね、なりますので、どうでしょう大ちゃんは、うん、あのまあエッジが結構シャープに際立っていて、ね、うん、まあ、あの非常に抜けの良さも良くて、結構ね、あの切れ味の鋭い印象でしょうね。そうですね、まあ、こもった感じも全然しないし、ないですね、なんというかその万人受けする音かなどうかなっていう風な印象はあるんですけれども、でもこれだけ売れてるってことはね、実際あの店頭で音を聞いて、あのまあ、実際ネット上の評判を見て店頭でこう確かめられるじゃないですか、うん、それでやっぱり買ってる方が多いので人気すごいですよね今。特にあのハイエンドイヤホンとかカスタムイヤホンすでにお持ちの方が、うんうんうん、まあ、サブ機として買われる印象が多いですね、うん、そうですね。で、まあ、ネットで評判を見て店頭に聞きに来て、在庫ありますか、 あるんですね、じゃあくださいっていうのは、うんうん、ほぼほぼもう聞かれると皆さん買われていきますよね、うん、うん、これあとね恐ろしいんですけど、感覚的に高級イヤホンすでに持ってる方からするとどう考えても安い、安い、あの音にしても構造にしてもいろいろな面で明らかに3万ほにゃららは安いので、うん、買っちゃうんですよね在庫があると。
だから僕も週末にねレジの中に在庫がザザって積んであるのを見たんですよ。確かにないんですよ今。なんでっていう。だからブルーのご予約もたくさん入ってたんですけれども、多分ああそうかブルーそっか厳しいんか、じゃあシルバーでいいやみたいなノリなのかなと思うぐらい、いやそんなノリで3万のイヤホン買うっていうのがね、なかなかちょっと昔は想像できなかったんですけど、今はねなんかこう売れる時代なのかなという感じですね。はい、はいはい、というわけで、はい、AX60 でございました。うん、はい、で、続きましてちょっとまああのここでまた個性派といいますかね、うん、これちょっと僕が好きな機種ではあるんですけども、画像をじゃあまず先出しますね。じゃじゃん、アトミックフロイドスーパーダーツプラスリモート来ましたね。こちらですね。これですね、スーパーダーツね僕大好きなんですよ本当に。あの昔ね出てすぐ買って、うん、すぐ手放しちゃったんですけどなんでですか。いやなんかね、なん当時ね多分なんか別のものに買い替えようとしたんですよね。で、うん、テンプロも昔そうだったんですけど、スーパーダーツもねいつ買い戻そうかなと思う次第なんですけれども。なるほど。あのアトミックフロイドが結構好きなんですよね。だからあのパワージャックスとかもすごい欲しくて1万ちょっとぐらいですけれども、スーパーダーツはあのすごい個性派やと思ってるんですけど、どう思います？いやちゃんどう、うん、完全にもう個性派です ですね。これも AX60 みたいな感じ、うん、ちょっとあのやっぱり広域に癖があるというか、うん、まあ、魅力を感じるイヤホンの一つで。そうですね、まあ、ちょっと別全然別のメーカーになっちゃうんですけど、うんうん、最近ちょっとイギリスのメーカーのイヤホンとか、うん、RH とか、うんうんうん、もうすごいなんか注目してる部分ではあるんですけど。でまあ、アトミックフロイドのこのスーパーダーツプラスリモートに関しては 1BA1 ダイナミック、うん、でちょっとドライバーの K は不明なんですけれども、あ書いてます、 8mm ですね。おマジで8mm、うん、失礼しました。はい、であの今回の紹介する機種の中では、もう一つ次に紹介する機種と合わせて2機種だけしかないんですけれども、リモコン付きです。そうそう、はい、リモコンマイク付きなので、これがまあちょっと良かったり悪かったりかなと思います。あのいらんぞという人もいらっしゃると思うので、実際ご接客しててもリモコンマイクさえなければという方がちらほらいらっしゃるので、ないモデルをね作ってくださいともう結構言ってるんですけれども、まあやっぱりポリシーがあるようなので、リモコンマイク付きにこだわってるようなので、なしっていうモデルは出ないんですけれども、ただまあそれでも非常に人気があって、今日もねちょうど先ほど閉店間際ぐらいにスーパーダーツ買っていっていただいた方がいらっしゃって、あの実は売り切れました申し訳ございませんスーパーダーツも在庫ないっていうねそう個性の塊なんですよね。であとはこのなんていうんですかね、さっきのこう工業製品としての完成度が非常に高い、うん、綺麗ですね。これはそうなんです、スーパーダーツ含めアトミックフロイド社の製品全てなんですけど、イギリスのメーカーで元フィリップスのエンジニアが独立したメーカーとしては有名なんですけれども、完成度非常に高いので、まあ、音がいいだけのイヤホンではなくて、実際こう持って手に持って満足するような製品としての完成度が高いなと思っておりますね。大ちゃん的にどうなのかな。スーパーダーツ僕実はアトミックフロイド好きで、はい、うん、ほぼ買ったんですよ。ほう、発売日から買ってハイデフジャックス、エアジャックスで、スーパーダーツは買ってないんですけども、うん、あとパワージャックスとか、うん、まあ、うん、でまあ、物としての完成度の高さと、あとまあ音ですよね。でスーパーダーツは発売日の時の印象がスーパードンシャリだったんです、ね、うんうん、あのでもそうそうやね、すごいなと思って、うん、すごい。で今改めて聞くとそうでもないんですよ、うん、あ中域ね、うん、そんな埋もれなくなったね、やっぱ鳴らすと、うん、鳴らすとね、そうで結構そこそこのバランスで鳴ってくれるんで、うんうん、これ結構ありだなと。そうそうそう、あのね楽しいよ。だからAX60 にハイの出方とかのちょっときつさは似てはいるんですけど、うん、ノリがいい、すごく、ね、すごいノリがいいので。あとはね、多分大ちゃんそのアトミックフロイドハンターをやってたら知ってると思いますけど、うんうん、パッケージ開けるとき楽しいね、アトミックフロイド。そうですね、うん、男心をくすぐるといい。そうなんかねかっこいいんですよ、箱からして。すごいで箱こうパカパカってできるやつがほとんどなんですけど、パカパカってこうやった時のわーわー欲しいっていう、あのおもちゃ屋でおもちゃ見た時に近いパカパカって中身見える感じ、こう雑誌とかネットで見たのとは違う実物が見える感じが、ね、素晴らしいです。ごめん、個人的に好きなんですごい喋っちゃいますけど、うん、はい、っ
ていう感じなので、あのスーパーダースちょっと今在庫なくて、で2万円超えてくるような機種ですけれども、あの僕個人的にパワージャックスっていう機種もすごいおすすめなんで、うん、あの余裕のある方はぜひパワージャックスを在庫あるはずなんでオーダーしてください。これもハイブリッドじゃないけどすごいいいですね、うん、とてもいい機種なので、はい、ちなみにアーサーもなんか身内の方かなにあの結婚祝いかなんかにパワージャックスをなぜかプレゼントするというギフトにも最適なんですよね、パッケージの作りからして、そうそうそう、うん、はい、そんな感じなのでアトミックフロイドはちょっと全機種おすすめです、はいはい、では次、時間もつかっちゃいましたねはい、続きまして、こちらですね、折り返し半分ですね、これで、続きまして、はい、オーディオフライの AF78 1BA1 ダイナミックの機種ですね、はいはい、はい、じゃじゃん、オーディオフライはですねオーストラリアのメーカーでして、うん、あの割と最近入ってきました、まあ、ここ1年ぐらいかな、うん、で入ってきたメーカーさんなんですけれども、あのタイムロードさんが代理店をされてまして、で、ね、これ実は僕が去年一昨年かな、あのコンシューマーエレクトロニクスショーの、あの会場にラスベガスの会場に行った時に初めてこのメーカーさんまだ日本に導入される前に見て、これは絶対に日本に入ってこないといけないメーカーだと当時思いまして、実は一時あのイヤホンで代理店をするみたいな雰囲気まであったんですけども、ちょっとまだそういうタイミングではなかったのでキックソーの形にはならなかったんですけれども、ただまあその後ねすぐタイムロードさんが代理店で入ってきましたから、まあさすがだなと思った次第なんですけれども、割とどの機種も評価が高いし、あと完成度も高くて、でこの78というモデルに関してはシリーズ中ハイエンドの機種で、BA1 とダイナミック1ハイブリッドなんですけれども、どうないでしょうか。うん、そうですね、他、AX60 とアトミックフロイドが広域寄りだったんですけど、うん、これはちょっと定期寄りかなっていうのはありますね、そうですね、落ち着いて聞きたい方ちょっとウェッティーな音をしますんで、うんうん、まあ、あの結構ジャズとかかなり合うんじゃないかなと思います、うんうん、で耳につけた時がなんかすごくいい感じに見えるので、そうですね、形がねこう折れ曲がってる感じのデザインなので装着感はすごくいいし、すごくいい、なんていうかねこの中では形状的にちょっと個性的でありながら耳の収まりがすごくいいです。本体も軽くて、うん、そうですね、薄型なので耳に入れた時の違和感も少ないですし、少ないですね、だからこれある意味ハイブリッドっぽくない、全然そう、よくコンパクトにまとめたなっていう、うん、そうですね、うん、はい、これやっぱりあのこのメーカーさんデザインとかもなかなかかっこよくて、でこう 見ただけでね分かるんですよ、あオーディオフライやなっていう感じのデザインで、これあの海外で流行ってるんですかね、イヤーピースとかにまでちゃんとこうロゴが入ってるんですよ、すね、オーディオフライって。こんなの日本のメーカーしないですからねあのスカルキャンディーとかも自社 のロゴ入ってたりしますから、ね、めっちゃかっこいい、もうつけたら全然分かんないですよ。ただなんかその辺のこだわりって外国ならではなのかなと思うんですけども、うん、あの音質的にもねなかなか洗練されたものがあって、まだ多分ね若いメーカーさんというかあの起きてそんなに立ってないメーカーさんのはずなんですけれども、いきなりハイブリッドとか出してくるんでなんか早いですね最近は。そうですね、うん、って思いました。はい、なんかまとまらんね、はい、はい、じゃあ次行きましょうか。今で4機種ご紹介いたしました、はい、あそうそう、ちなみに、オーディオフライの AF78 に関しましてはリモコン付きと付きでないものの2機種が展開されておりますので、リモコンがあった方がいいなと思う方はリモコン付きを、いやいらんぞという人はリモコンなしを、オーダーしてください。はい、では続きまして、はい、これはね実はあのユーストでも何回か特集というかご紹介してますけれども、 MA オーディオの、テペオス H100 1BA1 ダイナミックですね。こちら、はい、どうも。 MA オーディオのこのイヤホンはなかなかハウジングのこうメタル感が強くて重量もしっかりした、重さがある機種ですね。でお値段がね、1万円台なんですよ。17,800円、はい、あの僕これ一押しです。これすごいですね。一押しです。はい。で、実はこれ上位モデルが存在します。
H200、はい、っていうモデルでして、でなんで今回これメインでこちら紹介しなかったかと言いますと、 H200 はすでに多分に評価されております。僕はあえて H100 にスポットを当てたかったんです。あのすごくいい機種なので、これでもねスーパーダーツにちょっと個性似てんかな、どう思う、なんか似てる気がしたんやけど、低音の存在感を結構前面に打ち出すんで、うんうん ね、その UE のスーパーファイ、うんうん、5EB が好きな方は多分すごい、うん、ああそうやね、そうやね、確かにそうやな、うん、であとはやっぱりなんかね低音の量だけじゃなくて弾みというかこう弦とかの音の粘り感とかがすごくよく出るんですよね、うん、でそれは多分スーパーダーツよりも粘りがあります。スーパーダーツはもうちょっと乾いた感じがするんですけれど、テピオスの H100 に関してはもうちょっと粘り気がある、沈み込む重さのある低音なので個人的にはねすごく好きなんですよ。でサウンドクオリティからして17,800円は僕はすごく安いと思ってるので、 あえて H200 じゃなくて100をご紹介いたしました。結構店頭でもご存じない方が多いじゃないですか。で、まあ進めてみると、うん、在庫があればほぼほぼ買われていかれるんですよね。そうなんですよね。皆さん。だから今売り切れです。すいません、申し訳ございません。こんなんあかんと思うんやけどね。本当申し訳ない。あかん企画ですわ。違うんですよ。企画は結構前からやったんですよ。で、まあちょっと急に ね放送する羽目になったんですけれども、まあ、寝かしといてもねあれなんで、よし今が旬やと思ってやったら、ちょうどね放送の前のだから週末ぐらいに軒並み売り切れてしまいまして、で今日月曜じゃないですか、うん、納品っていうかないんですよ、こう、ね、納品がね、はい、だからちょうど今ないタイミングなんです。今週とかに多分入ってくるものが多いと思うので、これええなと思ったやつは商品ページブックマークしといて、毎日ちょっと在庫チェックしていただいてよろしくお願いします。お願いします。はい、すいません。はい、でそうそう、エミオーディオさんはね、視聴会とかも店頭で何回かやっていただきましたけど、思いのほか、まあ知らんって人が大半です。これは仕方ないと思います。全然まだ新しいブランドさんなんでね。でもその場で聞いていただくと、えこれいいっすねっていう人はすごい多くて、平賀さんってエミオーディオの、ね、中の人が前に来ていただいた時もすごく喜んでいただいて、なんかね いいなって思いました。ああいう雰囲気こう和気あいあいと、そう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 、視聴会を本当に楽しんでるっていう、そうそうそう、メーカーさんとお客さんがこうちょっとずつこう打ち解けていく感じとかも見てて、すごいホワンってしちゃう感じが ね、ああいい仕事してるな僕って思いますね、はい、全然関係ないですけど、はいはい、まあ、個人的に結構おすすめの機種です。はい、あ、ちなみにH200 は確か在庫ちょこっとあったかと思いますので。在庫残ってますね。はい、でケーブルこっちは着脱できます。できます。で、端子がちょっと特殊なんで、付属で2種類ついてるんですけれども、今このついてる方のね、バリ片面みたいな、ケーブルですね。音がとてつもなくいい、ハマちゃんが関トバと名付けるぐらいの低音のレスポンスが良い。関トバてって。わかりますかね皆さん、三国志に出てくる呂布が乗ってる、世界一速いと言われた馬ですね、うん、関鳥羽という馬に例えて低域のレスポンスがいいぞと彼は言ってるんですけど、ちなみに福君も H200 はすごくいいと評価してるので、みんながいいって言うから僕はあえて100を押しました。200をみんな言っていいというのね、はい、そんな感じでございます。実はこのケーブルだけでも相当なお値段しまして、うん、これ平賀さんがつけてくれてる、まあ、スペシャルプレゼントなんですけども、そうなんや、僕このケーブル以前マーリンに使ってたことがあって、1本3万円したんですけど、H200 いくらやった？ H200 が3万3,4千円ぐらいだったと思うんですけども、そのぐらい低音に特化したケーブルなんですね。ただ低音だけじゃなくて、その中域のツヤとか広域の伸びも十分なもの持ってるので、平賀さんちょっとみたいな、平賀さんがおっしゃってたこれからも頑張りますってそういうことなのか、そういうことなんですかね、ガクブルガクブルみたいな、うん、いやほんまにね H200 はね、ほんまにこのケーブルが硬いということを除けば日の打ちどころがございません。そうです、ね、本当に音がいいです、はい、なので100か200かと言われたら200の方がいいんですけど、費用対効果面で100もいいぞという話をちょっとしたかったので、うん、ぜひぜひ、はい、H100 もよろしくお願いします。在庫が入荷したら、はい、はい、では続きましてバンバンいきましょう。はい、
続きましてまた日本の国内勢やってまいりました。じゃん、マクセルさんの MXHDBA900 1BA1DYNAMIC モデルですね。これまだ比較的新しめかなという機種ですね。はい、マクセルさん、あのイヤホンね、ご存知なことはご存知と思いますけども、あの非常に頑張っておられまして、これがマクセルさんのハイエンド機種になるんですけれども、ハイブリッド機ですね。あの DBA という型番、実は700という機種もありまして、これも非常に人気の高い機種で、うん、あのハイブリッドながら1万円を切ってる値段でも販売されているという、非常にあのロープライスな機種なんですけれども、うん、あのこちらの、DBA900 は、いくらだっけ、19,800円、はい、ですね。マクセルさんの、イヤホンというのは非常に、コストを抑えて、まあ、音がいいという部分で人気が高かったんですけども、うん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 、まあ、マクセルさんが初のこの価格帯に、まあ、挑戦した渾身の一作なんですね、うんうん、まあ、それだけ完成度も非常に高いと思うんですけども、うんうんうん、どう、はい、やちゃん。そうですね、かなり、ここに来て、まあ、バーって海外メーカー、出てきて国内メーカードーンということで、まあ、かなりやっぱりニュートラルな音というか、うん、まあ、結構馴染みのある音に、うんうんうん、まあ、個性としてはそんなに大きくはないかなとは思うんですけどね、うん、なんやろ、ドンシャリっぽく感じたんやけど、ドンシャリじゃない、どうやろ、あ、いや普通に僕がそう思っただけ、はいはいはい、まずね、装着感がいいんですよ、あのね、コンパクト、めっちゃ、あの、ね、さっきのね、オーディオフライの AF78 以来の良い装着感、良い装着感、これ大事ですね、すごく、とても装着感がいい、はい、うん、っていうか、まあ本当にあの装着感重視のイヤホン並みに装着感がいいので、なんかその値段とか音の良さとかを除くと、普通に女の人がパッてつけててもおかしくないぐらいつけ心地のいいイヤホンですね。だいぶ軽いですね、はい、やっぱり。そうですね、あと今自分のレビューを見て思い出したんですけども、バランス結構僕はよく感じたんですね、うんうんうん、でまあ今までご紹介させていただいた機種と比較するとそれほど際立った個性がないので、うんうん、まあ、割と埋もれがちなんですけども、うん、でもこの価格でこの音質っていうのはなかなかね、非常に高い評価を与えてあげてもいいんじゃないかな、うん、そうですね、うん、結構ね、今見てるとダークホースとか優等生っておっしゃってる方が多いですね、うん、だからなんかあのいい意味でなんていうのかな、あのハイブリッドらしさがないというか、そうですね、まあ、実はこの後で紹介していく機種の中にもそういうものがあるんですけど、そのハイブリッドイコールすごい BA の音、ダイナミックの音っていうのが際立って、うん、なんかもう本当に中に2人おるぞみたいな感じの、こうなんていうの、二重人格みたいな音じゃないところがすごくうまい。なんかまあそういうのってチューニングが多分すごく上手というかうまくいってるからだと思うんですよね。だからいい意味で両方のそのドライバーの個性をうまくこう制御しながらまとまった音にしてるというところは、うん、ドライバーの配置をかなり工夫したみたいですね、うん、そうですね、形も独特なのは多分そういうところがあるかなと思います、ね、なんか面白いですね、はい、これ、うん、まあでも本当に遠目に見てすごい高級とかすごいなんか特殊なイヤホンに見えないところがある意味すごいいいところですね、はい、はい、マクセルの MXHDBA900 でございます。こちらは在庫、潤沢にあるはずやね、はい、確かに、はい、よろしくお願いします。この辺はあの国内メーカーさんらしいところでございます。では続きまして、これまた国内メーカーですね、最大手でございます、はい、ででん、ソニー XBA H3 2BA1DYNAMIC、出ました、ついに出ました、真打ち登場っていう感じですね、うん、多分 XBA って型番が入ってるからには皆さんそのなんていうかな、バランスとアマチュア使ってるぞっていうのはすぐ分かるはずなんですけど、この H3 っていう型番がミソでして、321とあります。で H がハイブリッドの略なので、まあ、あのもちろん今回ご紹介してる機種ですから、ダイナミックバランスとアマチュア入ってるわけなんですけれども、2BA1 ダイナミックなので、いわゆる 3way というか、3つドライバーが入っております。で、うん、面白いのがスーパー HD ツイーターと公に名前のついてるドライバーが入ってまして、うん、いわゆる BA で本来鳴らせないだろう、鳴らしにくいだろうっていうかなりの広域
を鳴らせるようにチューニングしたソニー独自の BA が入ってて、でそこまで聞くとほうほうほうなんか個性的っぽいなと思いきや実際にはナチュラルっていうのが最大の特徴ですね。はい、最初聞いた時どう思いました？っていうかそうですね、これちょっと大ちゃんが聞きたい、大ちゃんが最初にソニーストアに突撃取材をしてサンプルを聞いてきたっていうすごいお手柄というかね。まあ、ソニーストア大阪の方にお邪魔させていただいて、うん、取材許可いただいて、はい、取材の方させていただいたんですけど、まあ、その説ありがとうございました。で、まあ、聞いた印象は EX10 使ってたので結構割と期待はしてたんですけど、うんうん、わすごい低音出るし音の厚みも EX10 以上にあるけども広域も繊細で非常にバランスがいいなと、もっとこうハイブリッドって感じなのかなと思ったら、うん、意外や意外とすごいそつなくまとまってていい意味でね、うん、あとはそのスーパートゥイーター 40,000Hz まで出すんですけども、そう半端じゃないですね、半端じゃないんですよね。でまあ実は聞き取れる聞き取れないは別として、これらのまあハイブリッドイヤホンの中で一番僕は音の広がりというか余裕を感じたのは確かですね、うん、そうですね、うん、はい、だからまあ多分なんていうのかな、期待外れと思った方も絶対的にたくさんいるんですよ、うん、それは皆さんがハイブリッドイヤホンに本来もともと聞いたことのあるハイブリッドイヤホンの音とは全然違うからなんですね。で、ただ時間を置いてからもう一回聞いていただければそういうのを抜きにしていいというのが多分わかるはずなんです、ね、なぜかというと一番音のつながりが滑らかだ、これはおそらく K3003 さえ超えます。なんていうのかな、綺麗に音がつながってるんですよね、うん、で重なりも、まあ、これはちょっと聴感上のものなんで実際どうか分かりませんけれども、各ドライバーの役割分担がきちっとやっぱり分けられていて、で、まあ、重なってるか分かりませんけれども、その辺をあまり感じさせない、要はそのマルチドライバーのものっていうのはドライバーごとに鳴らす音の帯域がこう重なってしまうとそこにこう厚みが出て違和感が出るというような話もあるんですけども、この機種から全く感じないそういうこと、非常に完成度が高いなというのを感じましたね。はい、あとケーブル外せるのがいいよね。ですね。そう、MMCX なんですよ。こう見えて。こう見えて MMCX なので。あれ？みわこさん。みわこさん。力入らない。確か、気持ち悪い。後でだ。H3 に使えるリケーブル特集ブログで上げてましたよね。はい、そうですね。秋葉原のスタッフがですね、H3 で使える他社の MMCX ケーブルのご紹介もブログでしてますのでぜひ探してみてください。はい、そう、これはね、これは本当にいわゆるいい音だと思いました、うん、本当その通りですね。はい、なので、H3 非常におすすめなんですが、在庫がございます。申し訳ございません。これはねソニーさんが切らしてるみたいなんです。そうですね、頑張ってください、ソニーさん。お願いします、はい、多分ね作るの大変やと思う。だってこれ、あ、そうそう、ダイナミックドライバー 16mm 使ってるんですよ。超でかいですよね。そう、ここっすよね。そうだから、EX10 に 16mm の液晶ポリマーフィルム振動板一発入ってるのに、これ、うん、それプラススーパートゥイーターと、ね、BA 型が入ってる、そうそう、フルレンジが入ってるからすごいんですよ。わけわからん、わけがわからん。だから XBA2030 あたりと EX1000 が無理くりグーって合体して、合体したんやけどすごい、もう、はい、完成みたいな、はい、完成、うん、なんかすごい幼稚な説明になっちゃったけど、そんな感じです、はい、ね、とても完成度が高いので、はいはい、これまあ、ぜひ聞く機会があれば、なんというかリファレンスになるかもしれません。これはその、ハイブリッド型のリファレンスになるかもしれないので、これ聞いて他聞くと評価しやすいと思います。で逆に言うと個性違いすぎて XBAH3 がいいってなるかもしれませんけれどね、こう耳休めにもちょうどいい音なのでぜひぜひ試してみてください。はい、じゃあ次、はい、いきます、はい、これじゃあ今日の一応のところの最後かな、来ました、トップサウンドエレクトロニクスデュヌ DN10 来ましたね。 2BA1 ダイナミック来ました。はい、これ多分今一番熱い、AX60 と並んで熱い。これは瞬く間になくなっちゃったんですよね。なぜなら
大ちゃんが買うぐらいだからいや僕買うつもりなかったんですよ全然買うつもりなくて、はい、でまあネックをクリーニングしながらふと聞くじゃないですか、うんうんうん、ほうほう流行りのものかとか、うんうん、ほうほうほうって書いてほう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 って気づいたらなんかもう簡単にいるんですよこれ買いますダメですよねはい、いやでもねDN 線本当いいです。どういいかというと、なんていうのかな、 H3 みたいなすごい模範的いい音の種類とは違います、うん、で AX60 とかスーパーダーツみたいなピーキーな音でもありません、うん、でマクセルみたいないい意味でまとまりのいい音でもない、なんというかドンシャリです、うん、はい、すごくみんなが好きなドンシャリです。すごくよくできたドンシャリです。そうです。だからでもエイジングしてたら結構ボーカル来ましたね。出てきましたそうだってね、な、え、2万いくらだっけ、21,800円。まあまあ別にそんな安物ではないです、うん、ただただですよ、これ 2BA1 ダイナミックで AX60 と K300 さんと一緒なんです。あと、うん、テピオス H200 ね、個性的にはね。そう、ただ2万円ちょっとなんですよ、ね、安いですね。安いんですよこのメーカーさんですね。まあいい音を、まあ、当然求められてるんですけども、うん、とにかく低価格、価格を抑えて、まあ、皆様お求めやすい価格でっていうこともモットーにしてまして、うん、この DN 線に限らずこの、まあ、同社が出されるイヤホンはすごい完成度が高いのに安い、うんうん、まあ、うちは今これしか使ってはいないんですけども、まあ、これを聞いていただければこの会社がどんな、まあ、思想を持ってねこのイヤホンを作ってるのかっていうのがすごくお分かりいただけるのかなと。そうですね。これあとね、なんてやろう、まあ、僕ら別にそんな自慢じゃないけどイヤホンいっぱい見てるじゃないですか。でこう手に取ってやってると AX60 もそうですけれども、うん、手に取った時に丁寧に作られてるものかどうかってなんとなく分かりますよね、うん、めっちゃ丁寧に作られてるんです。多分なんていうのかな、こうおいそれと簡単に作れる作りのものじゃないのもすぐ分かるし、で一個一個すごい丁寧に作ってるっていうのもすぐ分かる感じなんですよね。だから確かドゥノはねものすごい種類のイヤホンヘッドホン出してるはずなんですけど、ね、うん、多分その中でもピカイチにこれ完成度が高い機種だと思います、うん、はい、なので間違いなくずっと売れ続ける機種だと思うので、ロングセラーはそうですね。そうなので、ある意味今紹介してるこの辺の機種の中でも特に評価の高い機種たちっていうのは確実にイヤホン市場をハードルを上げました、うんうん、特にこの人めっちゃハードル上げました。多分価格面でもね、はい、もうかなりもうなんか2万円3万円でこれより音悪かったら売れんのちゃうかとはっきり言えるぐらい、うん、非常に完成度高いので、だってこのどこのドンシャリを多分ね嫌いって人はあんまりいないんじゃないかな。普通に楽しく聴ける音で、うんうん、でクオリティも高いのでね、これだって中古も入ってきたらすぐ売れちゃうよね。すぐ売れます ね。でも1個2個ぐらいですか、うん、まだ来て。そう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 、でももうない。そうなんです。なんか僕2個とも僕は売ったんかな。なんかいや普通に中古新品ないんですみたいな話で、で中古ならってあ買いますみたいな感じやったんで、はい、中古ももし見かけたら、はい、買っちゃったらいいんじゃないかなと思います。ね、はい、この機種に限っては、うん、このなんだろう、ハイブリッドイヤホンでやっぱり皆さん個性的なのでね、はい、こう聞かずに買うってなかなか躊躇されると思うんですけども、うん、これはもう聞かないでウェブでポチっちゃっても、うん、多分がっかりされない機種ですね、うん、この機種に限っては、うん、おそらく、期待通りのハイブリッド型の音を出してくれると思うので、うん、はい、うん、あとDN 線を買うときにはイヤーピースの心配はしなくて大丈夫ですえっっていうぐらいいっぱいついてるので、そう、もうなんかね、はい、すごいですよ。こう駄菓子屋、田舎の駄菓子屋でお菓子買ったら買った以上におまけつけてくれたみたいなぐらい、えっていうぐらい入ってるので、あとソフトケースハードケース入ってるし、そうですね、もうなんかもう全もうはいもうフルセットやでみたいな感じのイヤホンなので、もうこの価格での満足度異常に高いと思います。もうこのメーカーの新しい機種出へんのってもうそろそろ声が聞こえてきそうなぐらい評価が高い機種なので、はい、これもちょっと今在庫がないんかなっていう感じなんですけれども、はい、また入ってくるとは思いますので、はい、在庫がある際にはぜひお買い上げください。はい、はいはい、あ、西さん今ソーシャルでちょっと衝撃の事実が、はいはい、ウルトラゾーンの IQ を、はい、あ、ね、分かってます、分かってますよ、分かってます言ったじゃないですか、え、あの
代表的というか、まあ、でも僕のチョイスですから。で IQ 僕めっちゃ好きです、めっちゃ好きなんですけど、なんていうのかな、絞りました今回で、うん、IQ はもうすでに多分にそれも評価されてるのであえて今回外しました。なるほど、うん、はい、であとスコーシュ、スコーシュのレルマイ、これも分かってます、2万円ぐらいかなぐらいのイヤホンですけれども、これも、ございます。で普通に展示もしてますし、聞いていただく機会も多いんですけれども、少しのレルム IE はどっちかというと個性がかなり強い傾向の音でしたので、うん、今回、まあ、ちょっと個性派も多かったのであえて外しましたので、はい、なんかハイブリッドイヤホン特集のページとか作りたいね。そうですね、ここまで数が揃って、はい、今ならね、なのでちょっと今度またウェブ上にハイブリッドイヤホン特集的なブログなりページなりご用意しますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、でですよ、うん、ここまで8機種行きました。でおおよそ目論み通りのペースで来れたので、そうですね、裏ハイブリッドをご紹介したいと。裏ハイブリッド裏ハイブリッドっておかしいハイブリッドの時点でちょっと裏技的な感じだろうね。さらに裏、はい、これまず一つ、まあ、2つご紹介したいんですけれども、一つ目はこれちょっと大ちゃんにガンガンご紹介してもらいたい機種です。はい、ですえ、皆さんもうすでにちょっとさっき名前出ちゃったんですけれども、ユニークメロディのマーリンというカスタム IM がございます。じゃじゃん、これはまあイヤホンの視聴器ですね、うん、で何を隠そう大ちゃん愛機としてマーリンを持っておりまして、そうですね、はい、今日ちょっとこれ持ってないです。今日に限って使ってこない DL 線使ってきちゃいましたごめんなさいでもどっちにしろあるよね、ハイブリッドハイブリッド。そうですね、はい、でマーリンね、どうですか、ここ最近すごくまたオーダーも増えてきてるんですよ、うん、実は、はいはい、ご視聴、まあ、価格下げてるので、ね、そう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 、すごい10万円切ってるんで、はい、うん、どないですかマーリンずっと使ってて。僕がマーリンと出会った、はい、うん、話からさせていただきます。どうぞ。から、はいはい、このお店にね、はい、入って今秋葉原店にたっくんがマーリンを作るよって大ちゃん聞いてみてってこう聞かせてもらったら、うん、すごい衝撃的だったんですね、うんうん、この低音がズンズン出るんですけども、うん、決して中高音も雑味のないいい音を鳴らしてくれて、これは欲しいと思ったその最初のカスタムイヤホンがマーリンだったんですよ、うん。でまあ、ユニークメロディーさん自体作りも丁寧ですし、他に出してる明治とかミラクルとかもね非常に評価の高い機種だったんで、もう僕はマーリンしかないなと思って行かせてもらったんですけど、マーリン君に決めた、うん、君に決めた、おう、はい、はい、あいいや、あとあと、うん、であとまあリケーブルもできるのでね、この今のユニークメロディーのイヤホンはウェストンと同じ規格の2ピンの、ケーブルが差し込めますので、まあ僕は今スーパーノバという出た、まあ、出たビートオーディオのケーブルを使わせてもらってるんですけども、まあ、リケーブルをしてさらにお好みの音に合わせていただく楽しみ方が非常におすすめですね、うん、ちなみに大ちゃんの一番おすすめのケーブルはスーパーノバですなんで振るんですか。いや、ちょ、言わせたかった、その越後製菓みたいな感じで言わせたかった、はい、スーパーノバっていうのは、まあ、ビートオーディオ、はい、こちら使ってるビートオーディオさんの、うん、最上位モデルのケーブルなんですけども、はい、非常に銀線特有の音と、あと、まあ低音の量感とか、音圧、うん、まあ、サウンドステージの広さ全てにおいてバランスが取れたケーブルで、ね、あれはすごいよね。で、まあ、お店でご提案させていただいても、まあ、買わなくていいんで聞いてくださいってご説明して、まあ、うん、お客様がご視聴されるじゃないですか、うん、で聞かれた後に皆さんお財布と相談されるんですよね、うん、で、まあ、ほぼほぼ皆様買われていかれるので、まあ価格2万9800円なんですけども、それに、まあ、ふさわしい音質を持ってるケーブルですね、うん、なんかね、大ちゃんのこう接客してるところとの流れとかをねこうよく見てると思うのが、ね、絶妙のタイミングで出すんですよねそうですか、まあまあ、で僕とか浜ちゃんって結構最初からバーンって出したりするんですけど、大ちゃんは別に間違ったことはしてないですよ。お客様のご要望でいろいろケーブルを出してる中で、お客さんが、こっちはこれでよくて、こっちはこれもいいねんな、でもな、これのこのいいところとこっちのいいところ合わせたようなやつとかってないかな、ございますスーパーノバですって出すそのタイミングみたいなそうですか。そしたらお客様は聞いて、うん、めちゃくちゃいいね、これいくら29,800円です、うん、買うってなっちゃう、はいはい、すごいね、そうでも言わせてしまうスーパーノバがすごいなと思いますね、逆にすごいですね、同時に、うん、
でそのおかげさまで、MMCX 版のスーパーノバが売れに売れて今在庫がないという、申し訳ございません、軒並み在庫がない、はい、申し訳ございません、申し訳ございません、頑張ります、はい、そんなわけでね、マーリンも、これでもあれよね、いい意味でこれもすごくバランスがいいよね、バランス取れてます。で、先ほども申し上げた通りケーブルでまた音が全然変わってきますので、マーリン1本持ってて、あとはまあケーブルで音質を変えて楽しんでいただくという方法もありですし、今あとマーリンユニークメロディー商品が非常にお買い求めしやすいお値段に、2月末までです。末までです、はい、JH オーディオユニークメロディー、1964ヤスの3社の製品がお安くなってます、はい、なので、まあ、10万円切る価格であれば、まあ、僕はある意味一押し、一番おすすめのカスタムイヤホンだとも言えますね、はい、はい、ありがとうございます。使用者の意見はね、すごいなんか分かりやすいですね、で、最後これもう究極の隠し玉です。あのね、今日ソーシャルでね、僕が見る限り出てこなかったので、より面白いんですけれども、実は今回イヤホンって言ってますけれども、ハイブリッドヘッドホンがあるというのを、まあでも皆さんご存知ですよね、はい、ね、こちらなんですけれども、よいしょ、実はちょろちょろ映ってたよね、これ後ろ多分映ってたんじゃないですか、はい、こちらにございます。はい、ファイナルオーディオデザインのパンドラホープ6というヘッドホンですね、はい、いいですね、これがですね、まあ、世界初かどうかは分かりません、探せばもう最近イヤホンヘッドホン星の数ほどあるので分かりませんけれども、我々の知る限り非常に珍しい BA とダイナミックを組み合わせたハイブリッドヘッドホンです。なんだって、だってもともと BA でヘッドホンっていうもの自体がないじゃないですね、ってことはすごいやっぱ珍しいんですよ。で、思いのほか人気がございまして初回入荷分の完売する速度に、社内が騒然とした、騒然とした、みたいな、あったようなそこに在庫みたいなそうですね、そんなばっかりやけど、本当にね、まあ、今回ご紹介している機種は本当どれも人気があって、パンドラもたがわず人気がございますね。そう、福耳袋にも入ってました。で、決して誤解しないでください。福耳袋に入ってた分はそれ用に発注してますから、在庫処分じゃないですよ。で、面白いのがすごいドンシャリです、はい、で、たまにね、店頭とかでこれを聞いた方がすごいなんか笑い出しちゃうんですよ、ハハハハって、で、何このドンシャリーとかって言って、で、大丈夫ですか、その音悪いですと思って、いやもうこれだ、すごいな、このドンシャリ、なんかもうすごいドンシャリめっちゃ欲しいそう、皆さんね、好印象なんですよ、聞かれた方、なんかね、いい音って一言目になんか出ないんですよね、面白い音とか、すごいドンシャリとか個性的とかってなんか一言目に出る言葉としては、いい印象をなじゃないんだろうなって僕らが思うような、ファーストインプレッションっていうの、そう、はい、衝撃的なんですけども、でもお前ちょっといいよなっていう、そうこれは何者にも被らないなと、そう、絶対的な個性を持ったヘッドホンなので、多分皆さんね、これを聞いて、まあ、6万円近くのね、そうですヘッドホンなので、そんな、よし、じゃあ買おうってならないかもしれないんですけれども、でも、勢いで買っちゃう方が、ね、います、全然。すごい多い、多いな、機種なんですよね。であと、やっぱり完成度すごい高いです。で、プラス、ファイナルオーディオデザインのヘッドホンを長年待ってたっていう方が、すごく多いはずなので、でちゃんと頑張れば外でも使えるぞという構造肩こらんぐらいの重さなので、ちょっと凝るかな若干重いですけど、重いですね、はい、でも村正ほどじゃないです、そうです、伝説のコンセプトモデル村正ほどではないので、実用的なヘッドホンとして皆さん欲しがられてるのかなと思いますね。昔の炊飯器みたいなレトロなデザイン、そうですね、で、これね、ぜひ買った後でもいいですし、まあ、店頭で我々に声かけていただいてもいいんですけど、イヤーパッド外すじゃないですかBA 見えてんすよ、見せちゃってみや、外しちゃう、片側だけでいいです、できるかな、つけるのがなかなかね、はい、ちょっと難しいんですけど、ちょっと僕外しますね、
これ、まあ、イヤーパッド、これね、すごいイヤーパッドがいいんですよ。もっちもち。もう作りが全体的にパッケージからしても半端なくいいんですよ、はい。あ、今ね、コメントいただきました。すごいよ。面白いから買いました。素晴らしいと思います。正解だと思います。パンドラを買う時の動機はそれが全てだと思います。で、イヤーパッド外しますよ。よいしょ。おい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 。わかります？ここに網のものついてるの。これ、ビエーナっすよ。よく見たらね、見えるんです、内側に。ちょこんとね、なんか GP03 デントロビウムにこうステイメンがこうちょこんとついてる。わかりますかね？わかってください。あのね、デントロビウム、うちの社内の人間、デントロビウム引き合いに出しすぎやろっていう。はい、ここに B 入ってます。だからこれがちょうどどっちだっけ、右のハウジングなので、うん、やや前側ですね。だからダイナミックドライバーがあって、その前方側に BA がついてるので、まあ、高音はちょっとこう前側から来るのかなっていう感じですね。そこよく見たらね、見えるんです、ちゃんと BA、ね、だから なんていうんですか、あのファイナルさんって自分のところで BA 作れるようになりましたから、はい、あの専用になんかこうネタでおもろいでかい BA とか作ったんかなとかって思ったらちゃうんですよ。もうちゃんとイヤホンに入ってる大きさの BA がちょこんと入ってるんですよね。で聞いたら、これさっき見てから聞くとね、なんていうの、これ生きてないやろ、うん、この BA 音鳴ったからって、このでかさのヘッドホンでダイナミック型のドライバーこんなんついてるのになんぼほど効果あんねんって思うんですけど、聞いたらあーちゃんとここで鳴ってるって思うんですよね。すごい、そうっていうぐらい、あ、分かりやすいですって、デンドロビウム、うん、よかったね。はい、BA でヘッドホンってなんか不思議、そうそう不思議なんです、うん、聞いたらもっと不思議な感じしますよ、うん、でも多分聞いた人はすごい多分面白いとみんな思うし、欲しがると思います。あの現に結構いいよね、欲しいと思う、なんか個性的やし、ね、あのまあ、興味本位で視聴されるお客様圧倒的に多いんですよ、うん、そうだってもうデザインも特殊やしね。そうそう、うん、で皆さん大体好印象で、うちはあのパソコンとあのフォステックスさんの HP-A8 のアンプにつないで鳴らしてるんですけども、はい、まあまあ皆さんあのおおみたいな感じで、そうで、あのね、多分たまたま通りすがりでなんか興味持って聞く人が多いのに、最初ね、最初これすごい分かりやすい話しますよ。こう来て立ったまんまお席用意してるんですよ、用意してるんですけど立ったまま聞かれるんですよね。そしたらなんかね、止まるんですよ。そうで、そこから見てて、僕ちょっとあえてまあヘッドホンでお聞きになられてるし、お声かけずにこう見てたら座るんですよ。で座っておーってなってパソコンを触り出すんですよね。カチカチとね、こう曲を探し始めるんですっていうぐらい、なんかね、吸い込まれる魅力があるんですよ。なんだこれ、はい、なんかこうパンドラをご紹介するためのなんか番組みたいになっちゃいましたけど、あ、パンドラの箱ですよね、パンドラの箱、ね、何が入ってるか分かんないですね、はい、まあ、多分そういう名前なんじゃないかなと思うんですけれども、本当にこれ面白い機種なので、あの買ってくださいというよりはどっちかというとこの機種に関してはまずさっき聞いてくださいっていうところになってくると思いますので、うんうん、あのなんかね、この辺の、ハイブリッドイヤホンとかを聞きに来たついででもいいので、ぜひパンドラも一緒に聞いてみてください、ね、あのやっぱパンドラにしようってなることはないにしても、パンドラも欲しいって多分なるはずなので、うん、絶対無二の個性を持ってますから非常によろしいか。これ中古って何回か入ってきてる？多分今です、1回だけ入ってきたんじゃない、3本目やと思います。今で売れちゃってるもしかして。で今1本中古であります。ってことは2本はもう売れてるって？2本はもう売れてます。おやっぱ欲しいよね、まあ、最新モデルなんでちょっとでも安かったらね、やっぱり皆さん買っていただけますから、うん、はい、あのパンドラぜひぜひ聞いてみてください。まず聞いてみてください、うん、あのね、パッケージがすごいよ、面白いパッケージが、はい、すごいですよね、まあ、買った人だけの楽しみです。休憩室にサンプルが一時置かれた時にスタッフみんな、うわー面白いこのパッケージってまずパッケージに食いついて中開けたら、うわすごいヘッドホンできたってみんな騒いでたんで、結構はなんかジョイフルなヘッドホン、ジョイフル、そうですね。はい、ヘドバンできますか？あのできません。はい、あのね、マロンクリームさんご存知でしょ？よく聞かれてたんじゃないですか？ご存知でしょ？さっきも来てませんでした。あ、もういいやそれは。はいはい、というわけでですね、1時間ちょこっとオーバーしましたけれども、はい、なかなか有意義な時間だったかなと思います。はい、結局皆さんどうですか、あのベストはどれと思います？宮ちゃんは自分の中で、ベストは、うん、でもやっぱりこれになってくるんですけど、あ、けど価格的なものもね、やっぱり見ていくとこれかな、 DN1000 か、あ、やっぱ DN1000 になっちゃうのか、価格も考えるとね、そうだね、
はい、なるほど。時点でこれかな。あ、テテオスの H100 ね。いやもう H100 はいいですよ。これはもう一押しです。聞いて、はい、おっと思いましたよ、本当に。で、値段見ておっってなりました。いやだからね、これあかんねんけど、さっき売り切れてて在庫ないっていうの状況を見て僕すごい嬉しくなりましたもん、うん、あ、売れてるって。確かに、うん、大ちゃん的には、まあ、持ってるけど、うん、まあ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 、カスタムはちょっと外させていただいて、うん、マニア、そうそう、ユニバーサルから選ばせていただくと、うん、そうですね、H3 と H200、 あ、なんかね、さっきまでお話ししてた内容とちょっと違うんですけど、うんうん、H200 をふと改めて聞くとね、うん、あ、いい、うん、カスタムまで手が出ないけども、なんだろう、マーリンにこのケーブル足した時の音に近かったんですよ。おー、うん、なるほど、うん、で H3 はまあ非常にバランスが良くて、僕はもうサイズさえ除けば、うん、音的には多分一番無難、そつなくまとまってるんじゃないかなっていう、この2機種ですね。西さんいかがですか？僕はね、やっぱり愛着という意味で言うとスーパーダーツがすごい好きなんですけど、うん、スーパーダーツ、そうそうそう、スーパーダーツすごい好きなんですけど、あのね、やっぱり一押しは H100 ですね。 H100 押しますね。いや違うんですよ、僕ね、なんかね、やっぱ音だけじゃないんですよ、僕の評価基準って。でこのやっぱ金属のパーツとかをね、こう使ってるとことか、うん、あとこの緑のラインとかすごい綺麗で映えますね。そうなんです、うん、でその上音がいいから、なんかね、しかも2万切ってるじゃないですか。なんかこのイヤホンを知った時に嬉しくなりました、うん、いいぞこれってすごい思って。で有名どころじゃないから、あ、なんかこれって巡り合わせかなみたいな。まあ今ですらいいイヤホンね、そこそこね、こう人気とか有名なイヤホンですけれども、まあ、そういうところがあるので、最初なんかこのイヤホンの音を聞いた時にものすごいなんか、あ、なんかいい出会いがあったなっていう感じでした。そうですね、はい、知らない人はぜひぜひ、そうですね、先頭に視聴器あるのでね、うん、ていうかもう MA オーディオさんの機種は全部一回聞いてみてください。てください、はい、この下にもまだもう一機種、うん、D200 やったかな、ね、モデルが、うん、これが5000円ぐらいなんですよ。安いです、すごい、はい、それはダイナミック型なんですけどね、うん、なので、まあ、あの、とりあえず全部聞いてみたらどうかなと。イヤホンに来て時間のある方は全部視聴器ありますので、はい、ぜひ全部聞いてみてください。はい、はい、というわけで1時間オーバーしましたが、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。来週はね、多分秋葉原じゃないかなと思うんですけれども、うん、ちょっとなんかまだ準備しているところで、で僕の知ってるわずかな情報によると、来週はすごいらしいよっていう、ね、来週はすごいらしいです。外部とのコラボじゃないかな、また、おっと、感じなので、これはやばそう。こんなむさ苦しいね感じ、ああ美和子ちゃんごめんね、あの感じじゃないかもしれないんですけれども、ぜひ来週も放送見てください。ちょっとまだあの告知できないんですけどね、よろしくお願いします。はい、はい、それでは、今週もありがとうございました。また来週も見てくださいね。はい、ありがとうございます。バイバーイ、さよなら。まとまらねデンツダンツデンデデンダンツ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 。裏打ちすんのやめて。じゃあちょっと今日久しぶりに僕言いましょうか。ハイブリッドは本当にいい子たちなので、ぜひ聞いてみてください。なんか月並みなことしか言いません。はい、ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。バイチー。